いつの日かあなたの主がここを訪れるまで待っていてください。あなたの言うように長い眠りが彼の記憶を奪ったとしても大丈夫。あの人はまたきっとあなたの前に現れます。ハイラルの姫巫女よ、そなたこれからどうするの？この剣がマスターソードが教えてくれました。私にはやることが、まだやれることがあります。強うなられたのう姫巫女。デクノキ様、いつの日か彼がここを訪れたら伝えていただけますか。私は。さてさて、他の者に聞かせる言葉は主の口よりこそ紡がれるべきではないか。はい。今主が見たは100年前のこの場所。その剣が主の棚れハイラルの姫巫女によってこの地に運ばれた時の出来事よ。あの娘は今もハイラル城で懸命に戦っておる。主が必ず来てくれると信じてな。あの娘の笑顔、わしも今一度見てみたいものよ。